せーの、 BTU アニメラボ。さあ今週もね、 BTU アニメラボ、ちょっとずつなんでパート分かれてってならね、やるたびね、なんか自分のパートをね、そこはやっぱ夏希先輩がね、リードをやってくる。そうそう、リードでちょっと高めのピシッとピシッと浸透してくるんだよ。で最初の音程だとちょっと歌いづらかったから、うん、ちょっと変えてみちゃった、うん、今後もっと練習していきましょう。はい、はい、ありがとうございます。というわけで、はいはい、今週もお礼物語で感想参りましょう。はい、いや前回がバレンタインのお話でございました、うん、で砂の後にをね追うストーカーの影、うん、その正体が今週分かりましたと。やべえやつでしたね。やべえやつだったあいつ、 まあまあまあね、見た目よくしてたけどどうなんでしょうね。物静かな無口な少女みたいな感じにしてるけどね、仕上がりは。けどね、まだその方だったら良かったけどね。そうそう、うん、怖かった。暗い感じを髪の色と眼鏡のポップさで隠してましたけど目は深いでしょうね。あれ目は深い子ですわ。じゃあ、おのおのね、ちょっと感想を聞いていきましょう。ヤマピー、どうでしたか、今回ストーカーに対して。ストーカー経験者のヤマピーとしてはね、まあ、そしてストーカー経験者としてはですね、はいはいはい、やっぱりね、自分の存在を全く悟らせないっていうのは、うん、ストーカーとしては二流だと思うんですね。なるほど。やっぱり自分の存在をなんとなくじわじわとアピールしていく、はい、その、まあ、バレンタインのチョコレートという点では彼女も結構、うん、名前を書かずに存在だけは意識させるただ相手をだん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 追い込んでいくんですよ、そのストーカーっていうのは。あー、なるほど。あのどん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 あれいるのかな、もしかしているのかなと思わせること、これが大事ですね。え、それはさ、嫌われちゃうとかそういう意識はないの、ストーカー的には。いや、悪いことしてる。嫌われるんじゃないんですよ。要はね、相手の生活の中にどんだけ自分の存在を侵食させるかっていうことですね。相手の中にいかに自分の、そういう意味ではあの手紙はピタリではあるのか。はい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 、砂川君もあの手紙を捨てられなかった。はい、まあね、怖かったからなんてことは成功しているということですね。ただね、問題が一つあります。彼女のストーカーとしての問題が一つありまして、はい、砂川くんは普通に彼女のことをクラスメートだと認識していたというね、はい、覚えていたという、はい、それが砂のいいところだよ。そう、いいところなんですよ、ちゃんと覚えてるんだよ、うん、能力だから、記憶力いいっていうのは。そうで、実際会ったら結構素直に感情をぶちまけてしまった。あの彼女はストーカーとしては二流ですね。でもあの感情ぶちまくるシーンのシーンで怖かったですよ。まあまあそうですけど、狂気を感じたよ。あの口説き文句何なんですか、ね、何もいらないので好きになってください。しかも何もいらないって全然私のこと知らないのに振るのっておかしいと思うんですみたいな。うわ、きな自分で言うんだ。おこがましい。謎論理、謎理論。これに関してマピーはどう思います、直接。まあ正直なところ、ああいうなんかぶっちゃけてしまうところはあると思うんですよ。なるほど、はい、目の前にして、うん、相手の気持ちなんか関係ないから、とにかく自分の方に振り向いてほしいという。でも完全にストーカー経験のある山下さんニュースの、ね、これちょっと目にモザイク入れてなんでしょうね、はい、あると思います。あると思いますねねえよ。まあでもまあそういうことですよ。要は共感持ってる、ヤマピーは共感持っちゃってる。違うね、ちょっと思ってた反応と違うのよね、こっちも。砂川君のおおらかさで彼女がだんだん強制されていけばいいんじゃないかなとか、純粋に思ったら、まあまあ、されないでしょ。あれはあんな綺麗な砂がね、あんなことつけちゃダメよ。ダメよ、ダメダメ。なんか付き合うまではぶっちゃけいかないと思うんですよ。もうモンペだよ、こっちは。そうですよ、うちの砂やれないよ。本当ですよ、本当嫌だったら動物園行かなくていいなよって、その気持ちですよ、うん、そうだ、動物園行く話で終わったの、ね、断固で別れるというか、まあ、よくならないという方をね、私たち支持しますから、うん、来週、うん、来週その結果も分かるでしょうけど、辻小林さんどうでしょうか、うん、今回の感想。なんかもういっぱい気になるってあったんだけどさ、そうですね、はい、ちょっと一番あって思ったのは中盤ぐらいに放り込んできた、うん、なんだっけ、あの私のものにならないなら、うん、誰のものにならなければいいのにみたいな言い出したでしょ、うん、はい、もう一番深い意味で自白だよね、あれ、うん、もう言ってますね、はい、自白でしょ、あれはもう自分が悪である、はいはい、あれがどうすぎると相手を殺してしまうという方法なんですけどそうだよね、ストーカー先生が誰のものにもならないならってことでしょ。怖いよ、すぐその意見出てくるのも怖いよね。怖いね、その先生ですよ、先生怖いんですよ。ああいうのをやっぱやるんですか、生きているのを見ていたいとか、占いを、生きているのをただ見ていただけです、私は。観察者になりたいって。あれもね、気持ち悪いよね。自分の中での相手に対するウェイトを大きくするっていうことが耐えきれなくなると、相手の中で自分のウェイトを増やしていきたいという思考につながるわけですね。あとか生きてるのを確認し続けるの奥で手紙を出していくという行為につながっていくわけだ。そうですね。あのタケちゃんからの難しい人来すぎたよね、難問だよね。確かに。タケオがすごい大人になってましたよ、今回タケオ初ツッコミしてましたからね。真面目だったね。真面目だった、顔ゲーム多かったけど真面目でもあった、タケオが。すごい、ちゃんとした、はい、
じゃあ夏木姉やんはどうでした？いや夏木もね、初めて、生まれて初めて俺物語で嫌いな苦手最初大和さんもちょっとと言ってましたけど、言ってたけど結局いい子なんだなって、みんないい子の話なんだな、はい、俺物語って思ったけど、うわこいつマジで嫌いだわと思って、嫌いすぎてその日の夜夢を見て俺は。そんなことめったにないよ。めったにない、本当に嫌いすぎて、はい、スナとあの子がくっつくのが本当に嫌すぎて、自分がヤマトちゃんになってタケちゃんとスナカー君をくっつけるっていう夢を見た。いや結局そこかいって、それちょっと自分の欲求も入ってるじゃん。出ちゃってんじゃないですか。いやだってなんかほらなんかね、切ないとこあるんじゃない。まあね、ずっとね、竹をどっちの気持ちなんでしょうね、うん、常に彼女は作らせてあげたい、好きな人を作りたいって3回言ってたね。でもあの動物園の時とかは一応言ってたよね、嫌だったらやっぱ素直な気持ちも言ってましたね、うん、何か知ってるって言った時の竹雄の嘘顔はひどかったよね。ひどかった。何あの顔のパーツが全部集まるっていう、あの顔いい顔ですんなーってのありましたよ、うん、だこれ来週ね、どっちに転ぶかが、ね、そう、来週のね、そこですね、問題は、はい、いや、どうせいい人っていう風な演出するんでしょうね、根はいい人だって。どうなんだろうね、素直なクソストーカーがあのタケちゃんチームの素直さに当てられてまっすぐになるという構成物語かもしれない。そ、ね、あそれがベストではある、うん、確かに罪償ってほしいね。僕も、ね、20代30代になりまして多少まともな大人になりましたので、うん、ぜひ今の姿見ているのまともな大人になりましたと。まともな大人になりました。ストーカーを卒業いたしましたと。ストーカーを卒業して女子の趣味に目覚めました。まあ軟着陸ということで。自分のものにならないなら自分でしてしまえる。自分が女の子になれということですね。あーすごい、解答としてはもしかしたら正しいのかもしれないです。雪休みやすそう、ゆっくり乱暴来たら取り扱われそうな面白いですって言ってもらえると思います。はい、恐ろしいですけど、今日どうですか。参りましょう、今週のガンジガラメ。はい、今週の、ね、俺物語の中で私がピックアップしたところを挙げるところでございます。今週のガンジガラムはですね、はい、スナと天海さんを2人帰らせて、はい、その後ろを竹雄がついていくけど遅すぎて追いついちゃう、でちょっと下がる時の動きがまんまたけしさんでございます。そこは分かんなかったわ。たけしさんのおどけてる姿遅いなっていうの、なんでこの手なのこう、あれおどける竹雄、工事現場のおっちゃんとかのおどけてる時のやつね。足大きく上げるときに竹さん巻きましてね、何この感じで直角なんですよね、パーツが可愛いよね、可愛いよね。以上でございます。今週俺物語に関するございました。コメント、チャンネル登録お待ちしてます。